ーンです。ご視聴くださりありがとうございます。今回ご紹介させていただくのは、こちらの大人かわいいギャザーポーチの作り方です。18センチのファスナーを使用しています。ファスナーの口部分は横幅18センチ、縦は17センチ、底は28センチのサイズになっています。通帳ケースとしてもお使いいただけます。化粧ポーチとしてもたっぷり入れることができます。こちらは以前ご紹介させていただいたトートバッグです。今回はお揃いでこちらのポーチも作ってみました。こちらのボタンとそしてトートバッグの雰囲気にも合わせて薄みカラーのレース生地をポイントに使っています。バッグとお揃いで作るのも可愛くておすすめです。今回はファスナーの付け方とそして手縫いでギャザーを寄せる方法をご紹介させていただきました。ぜひお気に入りの生地で作ってみてくださいね。最後までご覧ください。それではギャザーポーチの材料を紹介します。ファスナーは18センチの長さのものを1本ご用意ください。ポーチの口布は縦5センチ、横幅21センチを表地2枚、裏地も同じサイズで2枚ご用意ください。ポーチの本体部分は縦17センチ、上が24センチ、底が30センチの台形サイズで表地を2枚、裏地も同じサイズで2枚ご用意ください。ポーチの口布には接着芯を貼ります。接着芯のサイズも縦5センチ、横幅21センチを4枚ご用意ください。今回はせっかくなのでポーチにこちらの幅広レースを縫い付けて大人かわいい雰囲気のポーチに仕上げたいと思います。レースなど飾りはお好みでどうぞ。それではまずこちらポーチ本体の台形の形の型を描く方法をご説明させていただきます。縦17センチ、横幅30センチの長方形をまず描きます。縦17センチ、横幅30センチの長方形を描きましたら、こちらの上の部分の端から3センチのところに印をつけます。3センチのところにそれぞれ印をつけましたら、こちらの3センチの印の部分から斜めにこちらの角まで線を引きます。このように台形を描きましたら、線の上を裁断します。このようにポーチの本体部分を用意することができました。それではポーチ本体にレースを飾り付けする場合は先にレースを縫い付けます。まず本体を半分に折っていただきまして、中央に印をつけます。中央の折り線に合わせてレースを留めます。レースを待ち針で留めましたら、こちらの端の部分を縫います。それではポーチの口布の表地と裏地の裏面の方に接着芯を貼ります。接着芯を貼りましたら、片方の端の部分を縫い代1センチで折ります。
残りも同様に片方の方だけ縫い代 1cm で折ってください。それではポーチの本体部分の上にギャザーを寄せてポーチの口布に縫い合わせていきます。今回は手縫いでギャザーを寄せる方法をご紹介させていただきます。家庭用ミシンでもギャザーを寄せることができますので、またいつか家庭用ミシンでのギャザーの寄せ方も紹介したいと思います。まずこちらポーチ本体の上のところに縫い代 2cm の線を引きます。2cm の線を引きました。そうしましたら口布の方にはこちら下のところから縫い代 1cm のところに線を引きます。そうしましたらまず中央のところに印をつけます。このように半分に折っていただきまして中央の印をつけます。この印をつけた中央のところに向けて端から半分に折ります。反対側も同様にこちらの半分のところに印をつけます。ポーチの方にも中心に印をつけます。この中心に印をつけましたらこちらの半分のところにも印をつけます。同様にこちらの半分のところにも印をつけます。それではしつけ糸を使って手縫いでこちらの部分にギャザーを寄せていきます。こちら 2cm のところを線引きました。その上のだいたい 1cm のところに手縫いで縫っていきます。だいたいでいいので5ミリ間隔ぐらいで縫っていってください。最後は玉結びしておきます。今縫ったところの上にだいたい5ミリのところも縫っていきます。こちらもだいたいでいいので5ミリ間隔ぐらいで縫います。このように2本縫いました。そうしましたら一度表に向けていただきまして、こちらに口布を合わせていきます。まずこちら先ほどの中心の部分の印のところと本体部分の先ほど端から 2cm のこの中心に印をつけたところを合わせて待ち針で留めます。続きましてこちらの印と本体のこちらの印を合わせます。そしてこの端と端を合わせます。本体も同様にこちらの印と本体のこちらの印を合わせます。端も合わせます。このように待ち針で留めました。そうしましたら裏返していただきまして、先ほどのしつけ糸の2本縫ったしつけ糸の端を2本一緒に持っていただきまして引っ張ります。このように引っ張っていただきましたら少しギャザーが寄ります。今回のポーチはギャザーがたっぷりのポーチではありませんので、少しずつギャザーが寄っているような形です。もしギャザーたっぷりのポーチを作りたい方は横幅のサイズをもう少し伸ばして大きくしてください。そうしましたらこちらのギャザーの部分がたっぷり寄ります。大体でギャザーが均等になるような形に微調整していただきましたら、こちらまた表に返しまして待ち針で留めます。このようにギャザーが寄っている状態で口布と合わせてピンで留めました。こちらの縫い代 1cm で引いている線の上を縫います。それでは縫います。
感じです。それではポーチの口布の縫い代に合わせて本体部分の縫い代の部分は縫い代1センチでカットします。このようにカットしましたら、こちら口布を表に上の方に倒しまして、倒した端のところをだいたい 2,3 ミリのところを端ステッチします。それではこちら縫い代が上の方に向いている状態で、こちらの口布の方を倒しまして端ステッチします。少しこちらの口布は引っ張りながら縫っていってください。こんな感じです。このようにポーチの本体と口布を縫い合わせることができました。同様に残りの本体表地の方と口布も縫い合わせてください。裏地の方も同様にギャザーを寄せて口布を縫い合わせてください。ポーチの本体部分と口布をこのようにギャザーを寄せて縫い合わせました。そうしましたら、続きまして裏地を中表に合わせて袋に縫っていきます。ファスナーの口の部分は一度開いておきます。まずこちら生地の切り替え部分を合わせて待ち針で留めます。待ち針で留めましたら、縫い代1センチで縫います。こちら1センチで折った部分も開いた状態で縫っていきます。こんな感じです。こちら角のところはカットしておきます。それではポーチの表地にファスナーを縫い付けます。まず半分に折っていただきまして、中央に印をつけます。本体の口の1センチで折った部分も一旦開きまして、中央に印をつけます。中央に印をつけましたら、ファスナーをこのように裏返していただきまして、中央の位置を合わせて待ち針で留めます。そして待ち針で留めます。このファスナーの端の部分は両方ともですね、この両端の部分を三角に折り上げておきます。このように両端の部分を三角に折り上げて留めましたら、端のところを端から5ミリで縫います。それではファスナーを縫い付けていきます。ファスナーを縫う際はミシンの押さえをファスナー用の押さえに変えていただいたら縫いやすいのでおすすめです。このように折り上げていただいている部分の端のところに針を刺してミシンを縫い進めていきます。端から5ミリのところを縫っていきます。折っている部分に針を刺しました。それでは端から5ミリのところを縫っていきます。ずらしておきます。こちらもこのように端を折っております。そのまま縫います。こ
んな感じです。そうしましたらこちらをこのように最初に1センチで折っている部分ですね、その形のまま元に戻して折ってください。そうしましたらこちらの端の部分を押さえステッチします。こちらファスナーは向こうに引いておいてください。それではこちらもう一方の本体の方にファスナーを縫い付けていきます。中表に合わせていただきまして、先ほど印をつけた中心のところを合わせて待ち針で留めます。先ほどと同様に両端は折り上げて埋めておきます。端から5ミリのところを縫います。先ほどと同様にこのように折り上げている部分のところに針を刺して縫い進めます。端から5ミリのところを縫っていきます。ファスナーの取っ手の部分は向こうに押しておきます。このように縫えましたら、先ほどと同様に表に返して1センチのところで再び折っていただきまして、端ステッチします。こんな感じです。このようにファスナーをつけることができました。そうしましたら半分ぐらい開けている状態で、このように中表にします。そして周りを合わせて待ち針で留めます。こちらの生地の切り返しのところをずれないように気をつけて待ち針で留めてください。待ち針で留めましたら縫い代1センチで縫うんですけれども、まずこちらのファスナー口の部分がずれないように端から5ミリのところを仮留めします。それではポーチの口の部分をファスナーがずれないように端から5ミリのところを仮留めします。このように端から5ミリのところを少し縫って仮止めしておきました。反対側も同様にずれないように端から5ミリのところを仮止めしておきます。仮止めが終わりましたら縫い代1センチで縫います。表地と裏地がこのようにできました。そうしましたら表地の角のところはカットしておきます。それでは表地と裏地を縫い合わせます。まず裏地を表に返します。裏地の中に表地を入れます。
ちらの口の部分を待ち針で合わせていきます。こちら、ここがミシン目塗っている部分なんですけれども、そちらにこちらの裏地の口を大体合わせていきます。このように待ち針で留めましたら、こちらの際の部分を手縫いで一周まつって縫い付けます。このように一周手縫いで縫い付けました。そうしましたら表に返します。角の部分などは目打ちや棒などを使用してきれいに出してください。これで完成です。ギャザーポーチが完成しました。最後までご覧くださりありがとうございます。高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。